ルシ狩り作戦開始だ。狩れば終わるってのか。熱くなるなっつうの。セラ、俺間違ってないよな。セラを助けるつもりでファルシに乗り込んだのに、助けられなかった。いって集中、出撃だぞ。わかってるって、ルシ狩りだろ。ルシを逃がすな。諸君、健闘を祈る。出撃。これだね、これで、どこ行こってんだ。さあって、そっちがずんずん行っちまうからついてきたのによ。いい匂いがしたから。はぁ、あ、緑の匂い懐かしくない？青くせえだけだな。やたら地面つきやがるし。隠れて。あの方角だとパルムポルムか。姉ちゃんたち、運の網にかかったな。どうするの？どうするって、今さらどうしようもよ。うん、分かった。
逃げよ、軍と略の方へ。ってことはノーチラスか。あの時のサッツは私のことなんて見えてなかったんだよね。ノーチラスに行くにはこの森、神妙な野郎だ。それ。
方に船着き場があるんだ。サッツのこと聞いてもいい？え？家族は？息子が一人な。へえ、結婚してるんだ。していただな。頑張って帰ろ。子供が待ってるんだから。なんとかなるって。もう会えねえよ。ルシだから。ま、サッツはルシでもお父さんでしょ。だな。ねえ。その子の名前は？どっち？花火に願い事か？何頼んだ？父ちゃん、元気ないもん。ずっと元気ないよ。だから、早くいっぱいいっぱい元気になりますようにって。そら、どうだ？お願いが叶ったぞ。父ちゃんも願い事だ。何何？ああ、父ちゃんだけの秘密だな。サッツ？あ、大丈夫？おう。しっかりしてよ。お父さん、行こ。ガキに気使わせるなんてな。ダメ親父もいいとこだ。いい眺めだぜ。
お疲れだね。寝不足かな？ああ。そりゃそうか。若い娘と一緒だと気になって眠れないよね。すまねえな。一休みさせてくれ。私だってこれでも悩んでるんだけどさ、これからどうなるかわからなくても夢くらい見てもいいよね。楽しみなことあってもいいよね。ここを抜けたら夢の街ノーチラスだ。脅かすな。どうしたの？まあ、考え事だ。抱え込んじゃダメだよ。武士になったのはサツのせいじゃないんだから。どんじゃな。俺の息子は武士なんだ。政府のファルシを見たいっつうからエネルギープラントの見学ツアーに連れてったんだ。土産にチョコボのヒナを買ってやろうと思ってちょっと目を離した隙にあいつは一人で施設に入っちまって。ドッジおいドッジドッジどこにいるんだドッジどこだどこにいる？ドッジ！おい、どうした？ドッジ！父ちゃん。もう大丈夫だ。怪我はないか？痛いところないか？なんだこれ？パルスの奴らがプラントに忍び込んで政府のファルシを襲ったらしい。ファルシは身を守ろうとして居合わせたドッジを武士にした。ドッジは政府のファルシに選ばれて武士になった。俺たちパルスの武士はドッジの敵だ。それからドッジはサイコムに保護されて次から次へと検査。それでも正確な使命ははっきりしなくてよ。パルスの奴らを探すんだか倒すんだか、どっちにしろあんなガキには土台無理な話だった。
ルシにされたドッジはパルスの力を感じ取れるみたいでな。遺跡のファルシを見つけたのもドッジなんだが、戦う力は何一つね。だからよ、ファージ列車に乗り込んだってわけさ。ドッジの使命はパルスのファルシを破壊することじゃねえかと思ってな。ドッジの代わりに使命を果たそうとしてこのざまよ。ドッジの使命がファルシの破壊なら今頃クリスタルかもな。でもパルスのルシを始末するって使命なら俺たちが死なねえと死ないってことだ。殺すの？ニッチもサッチもだ。こいつは生きろってよ。見せてやりてえな。なんだこりゃ。雨を降らせる装置か。ああ雨に打たれて出てきやがったか。かわいらしい魔物ちゃんだぜ。
ずいな。どうしよう。よし、任せろ。忍び足だ。ここを越えればノーチラスだ。夢の町？雲行きは怪しくなってきたかな。いや、よじ登るのは骨だな。どっかに穴でも開いてねえか。あそこから船に乗るんだ。
しばらくは雨の時間か。サッツはパルスが憎い？そりゃそうだろう。俺らをこんな目に合わせやがってよ。まあ昔はそうでもなかったけどな。政府の奴ら二言目にはパルスの脅威だったろ。いつか必ず攻めてくるだの、パルスは魔物の巣窟だの、脅かすばっかりで証拠の一つも出しやがらねえ。俺みたいにひねくれたおっさんは素直に信じられねえわけだ。政府はなんか企んでるんじゃねえかってな。自分が巻き込まれるまではな。考えてみりゃ、パージが始まったのはドッジがパルスのファルシを見つけちまったせいかもな。違うよ。悪いのは全部そうだな、パルスから来たバカどもだ。涙なんかでごまかしちゃダメだって、思えば思うほど止まらなかった。風邪引くぜ。引かないよ、バカだもん。